タイムスプリターズは、新日本プロレスのプロレスラー、クシ田とアレックス・シェリーのタッグチーム。2012年8月26日、アメリカのプロレス団体、SWF に参戦したアレックス・シェリーは、アージカーシュと組んで、IWGP ジュニアタッグ王座を保持している、ロッキー・ロメロ、アレックス・コズロフ組と対戦。試合に敗れた後、ロメロとコズロフに袋叩きにされているシェリーのもとに、 クシダが救援に駆けつけたことでタッグを結成。後日に新しい時間軸を作るという意味合いを込めてタイムスプリターズと名付けた。10月8日、両国大会でロメロ、コズロ含みの IWGP ジュニアタッグ王座に挑戦するもクシダがロメロに丸め込まれ王座ダッシュには至らなかった。11月2日後楽園ホールにて行われたスーパージュニアタグトーナメントにて 決勝でアポロ55を破り優勝。11月11日大阪大会でフォーエバー、フーリガンズの保持する IWGP ジュニアタック王座に再挑戦し、I-94 で勝利。同王座を退官した。2月10日、広島サンプラザホール大会でフォーエバーフーリガンズのリターンマッチを退け、IWGP ジュニアタック王座初防衛に成功。3月3日後楽園。 ホール大会では、重心サンダーライガータイガーマスク組を撃破し2度目の防衛に成功。4月7日、両国国技館大会でアポロ55を破り3度目の防衛に成功。5月3日、福岡国際センター大会、フォーエバーフーリガンズに破れ IWGP ジュニアタック王座から陥落。10月14日、両国大会において、 王者フォーエバーフーリガンズに挑戦する予定だったが、シェリーの怪我により、高道のクアンタイチ組に変更となった。1月4日、レッスルキングダム8よりシェリーが新日本に復帰した、ことで、王者ヤングバックス、フォーエバーフーリガンズ、高道のクアンタイチとの IWGP、ジュニアタック王座戦 4way タッグマッチで復活。バックトゥザフューチャーにちなみ、デロリアンに乗って入場した。 6月21日を大阪府立体育会館にて、ヤングバックスから勝利を奪い、IWGP ジュニアタッグ王座を再び体幹。8月10日、西武ドームでローのレッドドラガンの挑戦を受ける目視だが、カイル・オライリーにホバーボードロックを決め、防衛に成功。11月8日、大阪府立体育会館にて再び、 レッドドラガンと IWGP ジュニアタッグ王座をかけて対戦。4度目の防衛に失敗し、王座陥落する。1月4日、レッスルキングダム級の第1試合 IWGP ジュニアタッグ選手権試合4、ウェイマッチで王者レッドドラガン、フォーエバーフーリガンズ、ヤングバックスと対戦するが、体感には至らなかった。シェリーがネックブリーカードロップの状態で抱えて、 串田が、ムーンサルトプレスの形で対戦相手めがけて、ボディプレスを仕掛ける。ありがとうございます。